本当に本当に私舞台から帰ってきたらさ会えなくなっちゃうからさ、ね、不思議だよね。本当に意味わかんないって思ってる。と前髪がすごい嫌だね。でもそうなの、だからああって思ってて、ちょっと寒い。なんかさ明日めっちゃ雪なの？なんか提出物がさあってさ、もうどうしようって思っちゃって。そう、いやーなんかだね。なんか本当にニキドラさんもさ、もう何人になるのそれで？ 6 人？ 6 人じゃない？ 3 人いなくなっちゃって、本当に本当に。明日から全国的に雪なんだ。明日から雪なんだ。あ、ええー、明日から雪なんだね。外出れないかな。外出れないかも。外出てもいいかな。ダメなことはないか。昔は雪遊びとかさ得意だったんですけど、なんか今ちょっと渋っちゃって、やっぱ雪はなんか冷たいからし、さ本当外がさ歩きづらくなるのが嫌だよね。降りたてだったらまだしもさ、そのシャバシャバになってさ、でなんか凍ってきてさツルツルになっちゃうのがさすごい怖いから。っていうか今年の冬はね冬眠するって決めてたんだよ。でもなんかほんとそれどころじゃなかったですね。その別に春までずっと冬眠ってわけじゃなくてもよかったの。ほんとちょっとでいいから冬眠しようと思ってたんだけど、寒いから無理だった。 無理だった、ショック。別にそんななんかさ、そうそう、ずっと冬眠って言ってるわけじゃないんですね。まあね。やばいな。なんかさ、これから私に待ち受けてるいろんなものが、そのなんかもう本当に大丈夫なのかっていう、大丈夫なんですかみたいな。 ちょっと今なんかね変なんですよ。もう本当に大丈夫なんですか？ え？ねえ、わかんないよ、わかんないけどさ、もうさ、何怒ってんの私。 怒ってはないけど、どういうテンションかちょっとねわかんないです、わかんないですね。そうだよね、なんとかねなる、するしかない、本当に頑張ろうぜっていう感じです。いい、なんかちょっとさ、やっぱでもちょっとあんまり劇場公演のこ様子をさ DMM とかでもさあんま見れてなくてさ、なんか何が起きてんのかよく分かってないんだけどさ、何が何 だろう。でもみんなさすごい、今日もそうそうご飯行った、なんかこう公演のやっぱさ、もうみんなでさ公演をさすごいこうよくしようよくしようとさしてくれてるからさ、しょうね。
カエリちゃんは基本的にハルルに取り憑かれてる。あ、そうなの？嬉しい嬉しいわ、やばい。そっか、カイちゃん、ありがとうございます。イエイ、ラブ。もう昨日なんかみんなにもさ、久しぶりに3期生とかめっちゃ久しぶりに会ったよ。あ、めっちゃは嘘だわ。新春の時だから多分次会う時がめっちゃ久しぶりなんじゃないかなって、わかんない、どっかで会うかもしれないですけど。あれ、今日は月曜日ですね。今日は月曜日、明日は火曜日。火曜日、でもなんだかなんだか本当に本当に今不思議なね世界にねさまよってるんです私マジで不思議。うん、こんばんは、こんばんは。でもさ、ファンの皆さんさ、やっぱりさ、なんか私がさ公演にもさ出てないじゃん。でさ、あんまりさ最近あんまりアイドルモードのこう慣れてないのかなって自分では結構思うんですよ。こうもう頭の切り替えが、モードがもう本当にアイドルモード。だからなんか昨日とかちょっと大丈夫かなって思いながら新春公演やってたんですけど、でもみんながさ私のこと忘れはしないかもしれないけどさ、やっぱなんか熱が冷めちゃったら悲しいなって思って。熱冷めないかな、忘れるわけない。舞台男役ですか。そうなんですよ。だからなんかアイドル、あのね、ほんとね、何度も言うけどね、舞台のビジュアルめちゃくちゃ私って気づかないくらいびっくりしちゃう。びっくりびっくり。から冷めるわけないでしょ。本当ですか。冷めたりなんか目移りとかもないって言えますねえ、でも本当さ舞台の方さ大丈夫なのかなって、本当大丈夫なのかなってドキドキしてるんですよね。本当大丈夫なのかなわかんないの、こればっかりはね、もうわかんない。なんかやるって発表されてるけど、でも大丈夫なのかなってね。いや、なんか私がやるんだもんね。そのなんだろうな、こう他の子が大丈夫かなって言ってる時って、なんかこう大丈夫だって言ってあげられる、そのこの子なら大丈夫だっていうのがあるじゃないですか。その実力も努力できるところも知ってるし、だから大丈夫だって声をかけられるけど、でも自分に考えてみた時に、え、私ってこれできるのかな、はてできるのかな、ちょっとドキドキしてるんですけど、もう村長なら大丈夫だよってなんか言ってくださるので、それに応えられるようにしないとなみたいな、なんかもあるし、はていやでも本当今ね、人生の中で一番やばいと言ってもいいくらいやばい、
いやもうね、更新していきますね、こういうのって。だから何回言ってもあれだけど、でもなんか今までは割と、今までっていうかやっぱなんかアイドルをしてる時はコンサートとか結構やっぱ詰め込まれてたりとか、スケジュール結構ギリギリだったりとかもしてくるけど、でもまだなんかちょっと大変、まあ大変は大変だけど、まあできるみたいな、できることはなんか分かってるんだよ。そのできるまで持っていくのが大変だなくらいで。ただでも本当にそれ以外のお仕事はもう、え、できるかなみたいな。えみたいな、できるのかな、なんかできるのかな。って思っちゃうのよね。まあできるっしょって思うかもしれないですよ、その皆様というか外からね、見守っていただけてる皆様。でも私ってそのまさかのまさかが起きちゃうタイプの人だから、いや全力で頑張ります、全力で頑張るんですけど、その本当に結構もう危なっかしいところがあるというか、本番もう頭が飛んでっちゃうかもしれないじゃないですか。もう大丈夫かしらって自分が心配です。本当に私が一番自分のこと心配してる気がする。もうね、私って人は本当にもうなんかもう本当になんかもうみたいなことをしでかしちゃったりとかするからね。でも頑張ろうと思います。いやもうそんなこと言ってられないですよね、本当。大丈夫です、大丈夫、絶対できる、大丈夫、絶対できる、大丈夫って思って頑張ろうと思います。やばい、あと2分でなっちゃう、あと2分ちゃうちゃう。じゃあじゃあじゃあ、壇上の皆さんを呼びますね。13位まさひろんさん、12位こうさん、11位どんぐりさん、10位まやちゃんさん、9位いかっちさん、8位ゆうじさん、7位きせきさん、6位ゆららさん、5位おしょうさん、4位てっちゃんさん、3位ぴょんぴょこぴょんさん、2位ひよぽんさん、1位かんくろうさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとねめちゃくちゃ短い配信だったんですけどっていう感じですよみたいな思い立って配信をしてしまいましたね。またね、ありがとう。皆様も明日もお仕事の方が多いのかな、頑張ってね。早起きですよねきっと、そしたら。わかんない、人それぞれだけど明日も頑張りましょう。それでは、またいやーバイバーイ、おやすみー、良い夢を、おやすみー。テレレテテテレレテテテレレテテ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 。ハートポーズ難しいな、ハートポーズ難しいなじゃないよね、アイドル。なんか